度目から一緒に読みましょう。Nel ciel che più della sua luce prende, nel ciel che più della sua luce prende, fuio e vidi cose che ridire, fuio e vidi cose che ridire, nessa ne può chi di lassù discende, nessa ne può chi di lassù discende.このディスケンデとなりませんで、このディシェンデとこうなります。ネルシエルって、シエルっていうのは天で、ネルはまあそこで、天において、そしてケは先ほどございました関係代名詞ですから、ピューっていうのは先ほどありましたね、強くとか多く。デラスワルチェプレンデ。ピューデラスワルチェ。ですから、その光が、ルーチェは光、その光が一番強くプレンで、一番強く、まあ、あるところの天において、不意を私はいた、そしてウィディ見た、コーゼものを、コーゼはあのフランス語のショーズですから、あのイタリア語はあの非常にきれいな言葉ですが、覚えるために、大したことないという気持ちを持てば覚えられるっていうことがあるとすればですね、なんだフランス語から足が抜けてるだけじゃないかとかですね、そういうふうにお思いになっても一個構わないし、えっていう時にえっていうの T が抜けてる、抜けた言葉だとこう思ってやればあの案外できるようになる。本当に綺麗な言葉で、私は聞いただけで言葉っていうのはどこの国の言葉も美しいと思いますが、少なくとも聞いて一番美しい言葉の一つはイタリア語とロシア語じゃないかと思うんですね。どちらも私はあんまり普段聞かないから美しく聞けるのかもしれませんけども、本当に美しい言葉でございます。そしてダンテのイタリア語っていうのは14世紀のイタリア語なんですが、今のイタリア語の知識で読めるっていうことがちょうど、全く同じでございませんけど、今のイタリア語とほとんど変わらないっていうことで、これは日本のことなんか考えてみますと非常に不思議でございますよ。例えば明治維新の頃に、明治5、6年に西天音という人がした講義などが残っておりますが、講義録が残っておりますが、それは何々でござるとこう言ってるんですね。ですからまだ分かりますけども、今の言葉とだいぶ違いますし、それから江戸時代になりますと、ござそうろうとかそういうような言葉で講義をしていることもございます。もっと前になりますと、もう漢文帳になって話をしているっていうようなこともございますから、そういう意味ではあのイタリアの古典的な伝統っていうのはずっとそのまま、あの日本よりは楽に勉強できるっていうところもあるかと思います。まあとにかく天において、その光が一番満ちているところに私はいた、そしていろいろなものを見た、でその見たものはこの下のですね2行目のキディラシュディセンデ、ディラシュっていうので、これあの下の方へという、上から下にっていう意味になります。シュっていうのは上なんですが、ディラシュっていうので、下、上から下にっていう、上から下の方にディセンで下ってくるところの人にとっては、それを知ることも、あの知るじゃない、リディーレ、もう一度語ることは、ネッサっていうのはそういうことができないっていうか、わきまえることができないっていうような意味になります。サボアルっていうフランス語の言葉と似ていて、サペーレっていう言葉の変化、それからその次のプオっていうのはポテーレ、できるっていう言葉の
変化でございますので、この天、その、なんて言いますか、その光が一番強く満ちている天にいたところの私はそこの天にいたので、それでいろいろなものを見たけれども、その見たことをもう一度言うことはできない。上から下へ下る人にとって、もう一度言うことはできないようなものを見てきたのだと、こういうふうなことを言っております。まあ、このところはそれだけにいたしまして、この次もこれをお持ちいただきたいと存じます。ちょっとだけこう読むことになるんですけれども、それでもイタリ語を見るということは非常に大事なことでございます。で、次のページちょっと開けていただきますとですね、なぜその自分たちがその天のことを語れないのかっていうと、前のページです、第1ページ。Perché apprezzando se al suo desire, それから nostro intelletto si profonda tanto che diretto dietro ですね、dietro la memoria non può ire。それでこの追試も、こちらの訳では追試もこれに伴う頭ざるによるっていう時、このイタリア語で読みますとですね、ラメモリアノンプオイーレっていうので、記憶もついていくことができないのだというのが、それを追試とこう訳してあるんだというので、メモリアだということなら記憶でもそれを追いかけることはできないのだと、こういうことになりますので、イタリア語を見た方が分かりやすいという場合もございますですね。ですから、この訳とこれとこう照らし合わせながらお読みください。ああ、良きアポロよっていうのがその次、オーブオンのアポロとこういうふうにして出ておりますね。で、これは2ページ目以下はまたこの次少し必要があれば読むことにいたします。それで今日申し上げたいことは、特に天国の第一回について申し上げたいことは、これから天国のことを語るということになりますので、ダンテはこの新曲の世界の中ではベアトリチェに連れられて天国に行ってきたんですね。行ってきたんですが、天国のことを十分に書くことはできない。それはなぜかっていうと、天国は光に満ち満ちていて、それを見ることがどれほど深くても、記憶によってそれを再現することはできないのだと、こういう言い方をしております。それは物語に沿っての言い方。しかし別の言い方すれば、それは天国についてはそんなに文献があるわけじゃございませんし、だから、アポロンのように予言的に誰も知らないことを言わなければならないのだということで、これからの天国編ということは非常に分かりにくいことがあるかもしれない。しかしそれを自分は述べていきたい。じゃあどうやって述べていくのかっていうと、ベアトリーチェが連れて行ったところとして述べられるということがございます。で、ベアトリーチェが連れて行ったっていうことは、先ほどヴィルジリオが言った、そのためにこれ書いたんですが、コン・インジェノエ・コン・アルテ、すなわち学問と芸術ではここまでしか行かないとヴィルジリオは言ってるんですね。そしてベアトリチはそれではなぜ連れて行けることができるのかっていうと、それは信仰と愛だと言ってよろしいと思うんですね。信仰と愛とを持っていないと天国のことはわからないのだと、こういうことを
ダンテは煉獄編から天国のところにこう行く前に我々に教えているということ、そして天国を歌う時には今までのミューズよミューズよと言ってた、それはホメロスやヴィルジリオのような人々の模範に従っていればそれでよかったんですが、アポロを呼んだということでまだ見ぬ世界、誰も知らない世界に自分の死の力を及ぼそうとして、でそれはベアトリーチェによるのだというので、信仰によらなければ、また愛によらなければ知ることができないのだということを言おうとしているということであります。それで本日はこの第7のですね、8のキリスト教の根本というところまではお話しできませんでしたので、第7のインボカチオーネ、インボカチオーネというのはインボケーションで神を呼ぶということで、ムーサの神だけではなくてアポロンの神も呼んだという、そこのご説明まで済ましたことになります。それで今日こちらの第3枚目の紙ですね、皆様の3ページ目の紙がベアトリーチェが、ベアトリーチェがこのダンテに教えるキリスト教の根本問題のところです。それは第7の歌でございますが、それをこの次にするということにいたしましょう。それで、この、第3ページ目のですね、紙に私が2行ほどこの肉筆で書いておりますが、書き間違えて書き足すのを忘れたところがございました。それちょっと、書き足していただきます。それは3ページ目のこの右側のページの中の上 にあるところで、フィグリウォーというところですね。それが消えておりますので、そこのところをフィグリウォール鉛筆で書き直しいただきます。この UO というのを入れて、あるいは I も抜けてましたかね。私フィグリウォールってこう癖があるもんですから U を抜かしましたので、 U を入れておいていただきます。そしてそれが119行目でしょうか。そしてもう一行、120行一番下に書いてございますので、そのところまでが、ベアトリーチェがダンテに教えるキリスト教の根本問題で、これはこの次にいたします。それで今日はこの七行、こちらの番号では第七のところまでしたということでございます。講義は今日そこまでにいたします。